どうも韓国放送のですね、ドラマ2の横山です。昨日の約束通り私今神宮球場にやってきました。野球ファンとしてすごい人ですね。もう中日ファンとかヤクルトファンがですね混じってすごいとこです。今日は、高橋宏斗とですねメレーナ選手の投げ合いでございます。まあ、中日戦が5位ヤクルト6位、6位と5位のね争いとなっておりますが、ね、今回高橋宏斗が 0.45 の守備力を持って勝ちます。負けたら私ここからですね家までもう電車とか交通機関使わずに歩いて帰ってもいいぐらいの自信ありです。もちろんね黒沢っていうねマリニアの旦那みたいに南の魔王みたいに油を1リットル飲みますとか言って中身をすり替えたリンゴジュースとか台本一切組めません、はい、そういうところです。あれリンゴジュースです。もう 100やらせ自信持って中身変えたってもう見抜いたわ、うん、台本やったら終わりだよ。悪口じゃ事実じゃん。悪口じゃなくて事実でしょ。油を飲むとか言ってリンゴジュースにすり替えて苦しそうな演技をしたのは事実じゃん。一人ですよ。あれ俺一人で来てる今回、ね、チケット買ったからネットで買いました、ね、ほんでもうやっぱりね今日ね勝つという予想で来てます。高橋宏斗が負けたらもう俺悪魔だやつがもう死神でいいわ。もう今のところ6連勝だから今回10勝を目指してですね勝てますんで、うん、一人でいますよ、うん、なんで俺が女と一緒にわざわざこんなとこ来なきゃいけないデート気分でぼっちでだって一人で楽しめるだから一人です。高橋宏斗でもしね負けたら僕しっかりとですね、まあ、負けることないけどね多分 2-0 ぐらいで中日が勝つと思いますけど2対0ぐらいで 99% 勝ちでしょ。で今日はですねつば九郎デーということでこうやってなんかいろんなねやつだと思います。今日東京ヤクルトスワローズのね来ていることでつば九郎さんがいます。つば九郎さんって言ってもサンバウォーキングでなんかね主催者と喧嘩したあちらの巨体化した方の方じゃありませんからね。これがねヤクルトスワローズのメインです。あちなみに試合は配信しません。球場内は配信禁止なんでそれはやりません、うん、これ歴代のヤクルトですね。つば九郎がこうやってやってます、ね、いやそれは怒られそれはねなんかダメらしいわ。一応電話して聞いたのね生中継野球をね他のお客さんとか選手は映しますけど生中継していいですかって神宮球場に確認したところですね放映権払ってないからダメですよっていうですねことを言われてダメでした。なんか野球をですね中継するには放映権も払ってないのに野球中継したらそれ犯罪っぽいんですよ。なんかだからダメになっちゃった。ちなみに言うと他にもですねディズニーランドと大犬園という千葉県にある24時間のですねゲームセンターに電話したんですけどしつこく粘ったんですよ。しつこく粘ったんだけどそうしたら代表の人につないでくれて代表の人と直接喋ってくださいって言って代表の人まで行ったんだけど代表の人に伝えたらうちではそういうこと一切やっていませんのでと言って、ゲームセンター配信断られました、はい、昔 OK だったんですけどね昔は OK だったんだけど今ダメらしいわ残念だけど、うん、ニコ生で視聴違法視聴あるじゃんそれダメらしいわ、ね、ディズニーランドももうダメディズニーランド昔は OK だったんだけど迷惑系配信者がなんか迷惑行為働いたらしくてそこからなんか配信とか一切できなくなっちゃいました。あ、ここ敷地内かじゃあ外でそうだったな。俺も今後ルール守ることにしたんだよ。もう配信者として今後ねルール守ることにした。ダメって言われてるのは厳格な自分の中でも言うけど厳格なルールを守らないと
ね、何かやって、じゃあお前これやって守ってなかったやんって言われたら終わりだから、だから俺もルール守る、今後はルール守ります、ニコニコルール。だからおそらくね、今日ゾッとすることが起きますよ皆さん。 夜の21時ぐらいに女配信者どもがうじゃうじゃと人を集めたらね、最高で20万円のギフトがもらえるということがあるもんだから、もうね露出まで、もう私を見てくださいって言わんとばかりした女どもが露出系やれるらしいですよ、エチエチの秘書くありな。FC2 かさ、ストリップ劇場にでも行ってこいよ、中途半端に番号恐れてだってさ、恥としろよ本当に。19時からやるらしいわ、ね、もちろん 見なくていいですし、どんどんね、ね、過去の、ね、黒歴史として残してあげてください。ぜひね、その子たちのためにも過去の黒歴史として残してあげてください、うん、俺なんかさ、ツイッターで真面目なこと言うとさ、政治的な真面目なこと言うとさ、いつも無関係なポリフェノール秋山の画像を貼られてよ、とんだ迷惑してますよこっちは、うん、何言っても説得力がなくなるんだよあの画像貼られたら。いつもさ、なんかね、久保田学ぶを許さないとかいうさ、変なサムネのやつとかさ、ベロペロンって出したサムネのやつがさ、俺のことやりやがって、うちゃんの真似するわけないじゃん、自分の顔ドアップして、うんうん、私可愛いでしょみたいなことでさ、自分の顔面ドアップして、ね、可愛いってコメントを求めるようなことしませんよ。だから俺も自分の顔を映してませんよ、ね、素揚げに剥げ上がった男が出てくるだけだからよ。堀田のツイート見ろ、あ、堀田さん、今日テレビ出るんでしょ、おめでとうございます。あれ正面からなんかビールのあれを持った女の軍団がいっぱい歩いてますよ。あのビール、あ、そうだ、あれビール小売りだ。あの集団はビールのね、小売り。ビールをですね、なんか、ビールいかすかとか言って、売ってんの。一杯600円か800円で。で、なぜか知らんけど、まあ、これね、盗撮じゃないですよ。公共の場だから。なぜか知らんけど、胸の谷間に、胸の谷間にですね、挟んでるタオル、こういうところにタオルを挟んで見られないようにしてます。もちろん俺は中日のね、高橋宏斗が来てます。顔はちょっとすみません。下はもちろんね、アンダースコアのねやつ履いてるので、安心してください、履いてますので。よし、あ、今日勝ちます。今日負けたら俺もう、もうマジや、逆立ちして帰ってもいいレベルですよ、うん、ここで待ち構えてるおっさんって気持ち悪いよね、今ね、甲子園でも問題になってて、なんかそのチアガールのさ、アンスコ狙いでさ、やってるやついるんですよ、こうやってなんかその待ち構えてるストーカーみたいな、リック系のさ、ストーカーがさ、こうやって待ち構えて、ちなみにリックさんとは連絡今まで、音信不通になりました。リックさんとは音信不通で連絡が取りません、一切。ケーキ姫になんか境界線乗り越えて抱きついたらしい、うん、俺も入ろうかな、よし、よし。リックは多分逮捕されてるか、確保されてると思う。犯行認めずに否定すると警察がね、確保するから、うん、犯行認めればすぐ保釈されるんだけど、犯行認めない限りは容疑が固まるまでは徹底的に絞り出されて帰れませんから、はい、お前が打つ高橋、あ、勝つ勝つ、うん、絶対勝ちますよ、絶対勝つぞドラゴンズって言って、外野席の方からね、応援したいと思います。よし、じゃあここから入るとですね、もう敷地内だからこの辺で一旦切りますんで、じゃあありがとうございます。デートは俺ぼっちだよ今日、マジ一人です。お、はじ、もう今中日の選手は試合練習やってるのかな。堀田みなみ、え、本当にまだでしょ。いや、中でも配信したいけどやると捕まるんですよ。俺だってさ、中で実況中継したいですよ、これ野球のさ、ピッチャー第1球投げましたというさ、サブ音声で
でもそれやると捕まるからできないんですよ。すいません、うん、あのできんくらっちゃうから、はい、じゃあね、ね、随役さんと南カップルさんかわからんけど、とりあえずね最初におめでとうございます。で19時からですね、30超えたねあのババアたちのね、エチエチクソ放送となり下がったニコニコ生放送をドスケベリスナー諸君は お楽しみに添えてくださいよね。はい、じゃあ終わります。わーわー言うとりますが、この後ちょっと中日戦見てきますんで、終わったらまたね報告します。さよなら。